成長シートの方です。使い方と概要の方ですね、簡単に説明させていただきたいと思います。身長は春から夏にかけて伸びが大きく、秋から冬にかけて小さくなることが分かりました。身長ビヨン、歯科学科生、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で身長に関することに配信していきたいと思います。身長飛ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのはですね、2022年もですね、しっかりやっていきますよ。身長先生に聞けのコーナーですね。皆さんの身長に関する疑問ですね、コメント欄の方に記載していただいて、バシバシ答えていくね。人気シリーズのコーナーになりますので、ぜひ皆さんも身長に関する疑問がありましたら、ぜひコメント欄の方に記載をお願いします。本日は前回の身長先生に聞けの32番目の動画から83件いただいてますので、そのうちからピックアップして答えていきたいと思います。準備よろしいでしょうか。はい、まず一つ目の質問ということで、フリューゲルさん、成長シートの見方を教えてほしいですということで、ぜひお伝えさせてください。皆さんもしかして成長シート知らないなんてことないですよねということで、私ですねずっと成長シートの方ね使っております。常に数千名の人に配布が完了しておりますので、この動画を見ていただいている人の中でもね、成長シートをもうすでに使っていただいた方がいらっしゃると思います。成長シートの方で使い方と概要の方ですね、簡単に説明させていただきたいと思います。成長シートね、こちらの方ですけども、日本人の平均的なデータをこう表にしたものになります。一般的に他のお医者さんがですね使われるのは成長曲線と呼ばれるもので、曲線で描かれているものですけども、私はですねもうより一層細かいものを見たいということで、こういう風に表に書き起こしました。一応私のオリジナルといえばオリジナルですし、元データに関して言うと成長曲線と同じ内容になってきます。これを使うと、例えばなんですけども、男性予測版の方を見ていただくと、14歳0ヶ月で 152.5 センチのお子様が平均的に身長が伸びていったらどうなるかというふうにまず考えてみると、平均的に伸びると18歳の時に 163.0 センチになりますね。そのまま真下に降りていきますよっていうような形になりますので、こういったところを使用すると分かりやすいかなというふうに思います。成長シート欲しい人は、この動画を一回止めていただいて、LINE の方にですね、成長シート希望というふうに送っていただければ、皆さんに PDF の形をお送りしますので、それをですね、印刷していただきます。印刷する時のポイントは結構表が細かいので、 A4 ではなくて A3、 大きい方でしっかり印刷していただくといいと思います。それでは実際に使い方について見ていきたいと思います。1、左端の列を上からたどり、お子様の年齢月齢の行をチェックしてください。2番、1でチェックした行よりお子様の身長を探し印をつけます。そのまま真下に下ろした数値が予測される最終身長ですってことですね。こちらの方ね、もう一度やりましょう。で、1番、左端の列を上からぐーっとたどっていって、お子様のですね年齢および月齢ですね、月齢までチェックするというのは非常に大事ですね。そしてさらにチェックした行からどんどんですね右側に行っていって、実際の今の身長のところに印をつける。そして最終的に、ね、真下に行った数値ですね、18歳のところまで真下に伸びた数値を見ていくと最終身長が分かるというような計算になりますので、そういう風にしてこの成長シートを使ってみてください。これが当然ベースのデータにはなるんですけども、当然なんですけど3番目で得られたデータっていうのは平均的なデータになりますね。それに対して早熟なのか晩熟なのか、簡単に言うと早熟であれば平均よりも伸び率が落ちますので、より一層左側に行きますし、晩熟であれば右側に行くというところになります。そういった早熟や晩熟を判断する目安としては、思春期症状だったり採血だったり骨のレントゲンだったりね、そういったのを総合的に見ていくような形になりますので、ぜひねこういったところを皆さんも参考してみてください。はい、次 TY さん、季節によって身長伸びやすいことはありますか。春夏より秋冬の寒い時期の方が伸びている気がしますってことなんですけども、国立生育医療研究センターのホームページのデータを拝見させていただきたいと思います。0歳児の身長伸びやすい季節は夏ってことで、具体的にちょっと数字を一緒に追いかけてみましょう。身長は春から夏にかけて伸びが大きく、秋から冬にかけて小さくなることが分かりました。夏と冬の1ヶ月での身長増加を比べると、平均して月に 1.35 センチ身長が増加する6ヶ月時において、その差は 0.13 センチであり、約 10% の幅で変動することになります。月別のデータを見ると、身長の伸びの指標は7月に最大値を取った後、9月にはすでに低下する傾向があり、気候の変動パターンの中では気温や日の長さ、昼の長さと比べ日射量に近いパターンでした。現地でどのようなメカニズムで0歳児の成長速度に季節差が生じるのは不明ですが、日光照射による何らかの影響があると推察されますということで、今日お話しさせていただくデータをもとにすると、夏の方が身長伸びやすいというふうな表現ができるかもしれません。ただしベルクマンの法則によればですけども、寒い地域の方の人がですね身長が高いことを考えると、矛盾するようなデータが存在するのも事実だと思います。はい、次ですね、毎日15時間睡眠くんさんのデータですね。7歳から14歳3ヶ月までのデータをいただいておりますので、こちらの方からね最終身長一緒に予測していきたいと思います。いつも通りね成長シートの方を当てはめてみました。まずポイントとしては、7歳の時は 174.5 センチのベースにいらっしゃったのが、そこからですね伸び率が落ちてきて、12歳から13歳の時に底を打ってるようなグラフになります。12歳とか13歳の時期で 169.1 センチのペースということで、伸び率が落ちているのが分かります。ただし、今回に関して言うと、思春期症状はだいたい13歳後に出たというふうに書いてありますので、納得ポイントというような形になりますので、ここがグーンと折り返してきて急激に伸び率が上がっているような時期になりますので、このグラフはですねもう明らかに超バ
半熟タイプのグラフになります。現状ですね、14歳3ヶ月の時点で169から170センチということで、現状平均的に伸びれば 175.4 センチから 176.3 センチになるわけですけども、さらに身長が高くなることが推定されますので、最終予測は現時点ですと 177.1 センチ以上というふうに考えられますので、他のデータありませんので、ざっくりとした予想になりますけど、178から181センチとかね、そういったところは私の予想になりますけども、いかがでしょうか。はい、次、気持ちくんさん。身長が伸びるか不安と思う気持ちは身長が低くなったりと影響を受けることはあるんですかってことですね。これはね、少しあるかもしれませんね。やはりね、ポジティブに考えていただくってことはすごく大事になると思います。ポジティブポイントとしてはですね、私がよく思うのは、結構皆さんですね、短期的に身長に関して判断しがちになるんですね。例えば、この1ヶ月伸びたい。もちろんそれも大事なんですけども、1ヶ月単位ですと、せいぜい伸びても1センチ。1ヶ月1センチ伸びたとであれば、年間成長率12センチペースになります。非常に伸びてるっていうわけになりますけど、1センチだけだとですね、なかなか心もとなかったりだとか、それこそそもそもその1センチが正しいかどうか、例えば日中変動で大体1センチから2センチ、3センチなんていうふうな変動があるというふうに言われていますので、なかなか1ヶ月ですね、どれくらい本当の意味で身長のですね、伸び率が高いのか低いのかをね、判断することは難しくなりますので、まあリラックスしていただいて、できることをやっていただいて、経過を見ていただくというのが私のおすすめポイントになってまいります。はい、ネームさんということで、12歳7ヶ月 162.1 センチ、13歳5ヶ月 167.0 センチ、14歳6ヶ月 171.0 センチ、14歳7ヶ月 172.1 センチ、15歳0ヶ月 173.6 センチ、15歳3ヶ月 174.3 センチ、180センチいけそうでしょうか。いや、先月ぐらいから濃くなってきました。陰毛中旬夏前ぐらいから生えてきました。脇毛2、3ヶ月前の9月ぐらいから生えてきました。母親168センチ、父親169センチです。お願いしますということですね。今回のデータね、成長支援の方で見てみると、直近のデータ見てみると、15歳3ヶ月 174.3 センチ。仮に日本人の平均的に身長伸びれば 177.1 センチから 178.0 センチのペースにいらっしゃるということは言えると思います。それに対してこの方がですね、早熟なのか、晩熟なのかを次で判断していくような形になります。検討する材料としては過去の身長ということで、12歳7ヶ月から15歳3ヶ月のデータですね。そちらの方を見ていくと、ほとんどですね、ずっと真下に降りてきているのが分かると思いますので、この方の成長率は比較的平均的な身長伸びをしているというふうな表現ができると思います。それに対してなんですけども、思春期少女の方ですね、陰毛は中1の夏前ということで、まあ、これは少し早熟っぽいなって印象もありますし、脇毛の方で、ね、データが少しあやふやになってしまうんですけども、思春期少女の、ね、目安の方にお伝えしていきたいと思います。陰毛の方はですね、11歳0ヶ月未満で生えると超早熟みたいな表現だと思います。で、それに対して脇毛の方は13歳0ヶ月未満で生えるとかなり早熟というふうな表現になります。一方で半熟の目安ですね。陰毛は14歳0ヶ月以上で生えると超半熟。脇毛の方は16歳0ヶ月以上で生えると超半熟みたいな表現になってくると思います。ですので、まあこの方の場合ですと、まあ陰毛もほぼ平均的なあたり、やや早熟っぽいかな。そして脇毛の方に関しても2、3ヶ月前というような表現ですので、おそらく15歳ぴったりぐらいという表現になりますので、こちらの方はやや半熟傾向みたいな表現だと思います。まあ、やはり非常に平均的なデータになってくるので推定になりますので、こうやって見てみると、やはり最初にお伝えした 177.1 センチか 178.0 センチというのが比較的ですね、まあ妥当な値でしょうというところになります。それに対してお父様の身長が169、お母様の身長168ということで、169足す168足す13割る2ということで、遺伝身長ですね、そちらの方が175センチになりますので、そういった意味だと身長としては、まあ、しっかり伸びてきていただいているという表現だと思いますので、やはりですね、177とか178ぐらいがね、妥当なラインかなというふうにも思います。ただし、180センチ絶対無理っていうようなペース感でもないですので、ぜひね、私の動画ね、引き続き見ていただいて、少しも身長伸ばすのに役立ててください。はい、次です。パレードオンちゃん。筋肉がっしりした体型だと身長伸びませんかってことですね。これもよく受ける質問だと思います。筋肉が多いタイプの方って比較的ですね、男性ホルモンが多いタイプって表現になりますので、そういった意味だと、早熟傾向になりやすいですので、伸びにくい傾向があるというふうに皆さんがね、感じられるというふうに考えています。ただし、筋肉自体で身長伸びないというわけではないとも言えるのではないでしょうか。はい、玉道さんね、肩の成長性がまだあると言われましたが、身長伸びと関係ありますかとね、関係あります。これ昔のね、チャンネルでね、共有したんですけども、こちらの Human Head Ossification Predicts Peak Height Velocity Timing and Percentage of Growth Remaining in Children ってことで、もうその論文バシッと出てますということで、2018年そういった論文が出てます。で、そちらの方でね、肩の骨端性もあるんですけども、その残りと身長伸びがね、相関するよというふうなデータが出てます。これ、ね、実際にしっかりと関係ありますので、ぜひね、そういったのも参考にしてもいいかもしれません。はい、ということで、今日もね、身長に関することで、ね、全身全霊で配信していきました。今年2022年もね、私、本当にね、もう血眼になってね、配信してきてると思ってますので、皆さんぜひ応援のほどよろしくお願いします。本日ね、成長シートに関してたくさんお話しさせていただきました。ぜひこの機会を利用して、皆さんも成長シートダウンロードしてみていかがでしょうか。LINE お待ちしております。それではまた、身長美容。